回のラインナップ多分設定ミスなお菓子代だよ。さあ行くぞ。最初は半導体のヤングドーナツだよ。角をブロックから落としてもう一度繰り返せば、ゲットできたよ。もう一度やるよ。ブロックから落として角を狙えば、余裕だね。次はガーナチョコ。やり方はさっきと一緒。ギリギリをつけば、ゲットできたよ。もう一度再現。端をつけば、やったね。3箱目。端をついて、100円自販機だね。違う種類でもいけるかな。いけた。おいしそう。チョコパイはどうかな。まさかの一発ゲット。さっきのが奇跡じゃないかチェック。実力という名の設定ミス。なんとなく取れそうなブラックサンダーを狙うよ。下側を崩して、上側を縦はめすれば、100円は妥当。ハイエナできそうなドーナツを発見。いけそうでいけなかった。左右を振って前進させます。柵を振って僕を持ち上げれば、このハイエナはラッキー。シールドに乗ってる箱を発見。奥までアームが入ればいけるね。また出側狙いでいくよ。作業だね。縦なら 100% 売れるみたい。100円ならお得。別の景品でもいけるかな。最後はたべっ子動物館。獲得口が広いからすぐ取れそう。前乗せしていくよ。右アームが弱いみたい。あと少しで乗りそう。よくしていくよ。ナイス反応。